こんにちは、内緒レーシングです。今日ねこんなロードみたいな格好してますけども、いつも行くホームトレイルに29インチのクロカンバイクで行ったらですね、果たしてどれぐらい登れるんだろうというのを、試してみたいと思って、やってまいりました。スペシャライズのバイクをですね、29インチクロカンバイクお借りしたんですけども、乗ってきていいですよと、まあ、心よく言ってくれたので、ちょっとこれ登りがねどのぐらいいけるか、テストしてみたいと思います。まあ、実は私なんですけどもね、この今年の6月に行われます、セルフディスカバリーアドベンチャーの大滝の100キロのねダートレースになんと無謀にもエントリーしてしまったんですね。いやもう100キロものダートなんて走ったことないので、まあ、せいぜいねロードで120キロ程度なので、まあ、これをこう走り抜くにはいつものトレイルバイクじゃ厳しいだろうと、じゃあこうクロカン系とか登れるバイクが必要じゃないかと思ってるんですね。でもその大滝のためだけに買うっていうのもなかなか厳しいし、どうしようかなとね、登りも登れて、まあ、下りも楽しくて、まあ、ジャンプもできてっていう、ね、スーパーバイクがあればいいんですけども、なかなかそこまでのバイクは今なさそうなので、ちょっとねどういったバイクを選んでいこうかっていうのも今考えていますんで、このバイク選びもね、この YouTube でちょっと皆さんと一緒に相談しながら考えていきたいと思いますんで、その点でもぜひね、ウォッチいただければと思います。さあ見えてきましたよ、いつも行くねトレイルの上りの難所ポイントですね。さあそれではね、スペシャライズのこのクロスカントリーのチゼルでですね、いつもホームトレイで登っているこの急なテクニカルな根っこ登りセクションをですね登れるかテストしてみたいと思います。まあ、このセクションねこうご覧いただければと思うんですが、結構まあそれなりにシャドウがあるところ、そして結構こう粘土、水がね流れた跡もありますけども、粘土系の硬い土があって、路面のグリップも悪くて、かつ落ち葉も溜まっているという状況です。まず最初はこの根っこのセクションを、乗り越えていくときに、まあ当然バチ重しながらペダリングを続けていきます。でそこで登り切ったら第2の関門で、またさらにですねこう根っこがなかなかこう 3D に張り出している箇所があるんですけども、まあここもですねこの右側のラインを抜けるのか、それともこの左側の根っこのラインをライン行くのか、でこれも難しくてですね、まあ、手前の部分もさらにこの根っこもあるので、バイクバランスを取るのも非常に難しいですし、かつシャドウもあるので勢いだけではいけないんですね。あのペダリングを続けないとこう一瞬の罰銃だけで乗り越えるってことではないので、ペダリングパワーをロストしないでですね、かつこの根っこの乗り越えで罰銃をして行くというところになりますので非常に難しいと。でこの根っこの区間最後にもまたこの根っこが待ち構えているので、まあここですね非常にこう、まあ、登りがいがあるというところで、いつもね楽しくトライしていますが、果たして今日ね、29インチのクロスカントリーバイクだったらサクッと登れるんでしょうかね。ちょっと試してみたいと思います。登れませんね。普段はねあのオールマウンテン系のねエンデューロタイヤを履いた 27.5 インチのバイクで登ってるんですけども、やっぱりこうサスペンションに助けられているところと、あとはタイヤのグリップがねこうクロカンタイヤに比べてエンデューロタイヤはありますので、まあそれにね普段助けられてるんだなってことを、ね、今実感してます。でもねやっぱギアは大きい、あの 50T 以上あるので 50T あるので登りやすいと思うので、もう一回頑張ります。
サドルのねこの前にこう座って登るというのをね意識してみたいと思います。このスペシャライズのこのパワーサドルの場合はすごく長さが短くて、ここにねこう肛門を刺すようなグイッとこうお尻を差し込むようなイメージでいくと登りやすいと思うんで、ちょっとこれでやってみたいと思います。やっぱりこの辺の根っこの部分で乗り越えた直後にやっぱりトリックかけたままだと滑ってバランス崩しちゃうんで、やっぱ体重移動ですね、体重移動もしなきゃダメですね。勢いだ、勢い、勢いつけておこう、勢い、いや無事にね登りました、やりました。あの軽い 50T のギアでくるくる回せばいけるだろうとこう踏んでましたけども、やっぱある程度こう失速しておくと厳しいので勢いも大切でした。いやー登れてよかった。いやー登りの難所はね、無事に登り切ったんだけども、こういう根っこのセクションでやっぱりこうハードテールリジットのですねマウンテンバイクやっぱ突き上げが大きいので、これが微妙にやっぱ疲れてきますね。いやーやっぱりフルサスは偉大だわ。そうこういう何気ない、これまでフルサスだったらギャップとすら感じたことないようなところもリジットバイクではどっこんどっこん、押しに突き上げきますからね。よいしょ。いや、この、疲労が、100キロマウンテンバイクに乗るときに、果たしてこれ体が持つのかっていう、とこにも、繋がってきますよね、これ。いやー、漕ぎは軽いんだけどなー。大滝も結構大きい石がゴロゴロしてるダートでしょ？どうなんだろうね。さあ無事にいつもトレイルもピークまでやってまいりました。いや今日すごいいい天気、気持ちいい。やっぱりこうハードテールのこのクロスカントリーバイクで登るとやっぱりね重量も軽いですし、タイヤも非常に軽量なので、漕ぎそのものは軽いんですけども、細かい根っこのねやっぱりこう突き上げなどが厳しくて、いつも以上になんとなくこう疲れたような気もするし、登りやすい気もするし、なかなか難しいなと思いました。やっぱり普段乗っているフルサスペンションバイクがですね、本当に偉大だなと、改めてこう実感したわけなんですけども、大滝ぐらいのこう100キロあるダートをですね、登っていくときにこのサスペンションがないリジットのバイクでこの疲労がね後半どう響いてくるのか、出たことないので全くわからないなというのが正直なところですね。非常にこう、なんていうんでしょうね、なだらかな林道だけがメインだったら、もうこのバイクで全く問題ないと思うんですけども、結構大きい岩がね、ゴロゴロしてる登りで、どれだけ消耗するのかなと。下りはね、逆にこうスタンディングで乗るので、足のね、筋肉っていうか、足のバネでですね、なんとかこう、衝撃は吸収できると思うんですけども、これがどうなるのかなっていうちょっとね不安がありますね。いやでもこのスペシャライズのこのエピック本当にかっこいいし軽いし、ジオメトリーもねかなりいいので、下りの安心感もあっていいバイクだなと思うんですけども、ちょっと大滝に向けてどのバイクを買おうかですね、どのバイクに乗ろうかいろいろ考えていきたいと思います。でぜひ皆さんもねコメント欄で大滝走るんだったらこういうバイクがいいよというのをねぜひ教えていただきたいと思います。ちなみに私が妄想の中で自分のライフスタイル、マウンテンバイクスタイルと合ってるバイクだとすると、
トランジションのスパーですね、こうダウンカントリーですね、あのオールカントリーバイクと言ってるような自走で登って下りも楽しむというバイクですとか、あとはそうですね、インテンスのプライマー29とか、あとやっぱりこうジオメトリの良さで言えば、そうですね、ジオメトリの良さで言えばスコットのスパークっていうね、クロスカントリー系のバイクのちょっとサスストロークがあるやつとか、あのあたりですかね。あとはまあイービルのフォローイングもまあ120ミリストロークで気になりますし、まあ日本国内展開はねないんですけども、イーティの SB100 というバイクもまあ100ミリストロークですごい登りが楽しそうだなと思います。いやー、物欲が止まらない。さあ、それじゃあ引き続きね、大滝に向けてもいろんな、動画を上げていきますんで、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。